また課長に図面のレビューで怒られちゃったな。こんな加工できないじゃんって言われても。加工できない図面だとレビュー教えてくれるんだ。え、無料でウェブ上ですぐ使えるの？これ最高じゃん。あー、また課長に図面のレビューで怒られちゃったな。こんな加工できないじゃんって言われても、俺加工やったことないしな。まあこうやって怒られて覚えていくしかないのかな。あ、五十嵐さん、はじめまして、ズカちゃんです。え、ズカちゃん？はじめまして、五十嵐です。なんか悩んでそうですけど、大丈夫ですか？いやさ、また課長にこの図面チェックで怒られちゃってさ。そういえばズカちゃん、どうやって加工の知識学んでるの？僕はメビーっていうミスミの無料サービスで勉強してますよ。メビー？何それ？ちょっとググってみようっと。メビー、へー、これ？それです。メビーは 3D CAD データをアップロードすると、その場で見積もりを回答してくれるんです。だから加工できるかできないかもその場で教えてくれるんです。なるほど。加工できない図面だとメビー教えてくれるんだ。そうなんです。だから僕は課長に図面出す前にまずはメビーに見てもらって、そこからチェックしてもらってます。うわあ、それもっと早く知りたかった。これすぐ使いたいんだけど、どうしたらいいのこれ？無料のミスミアカウントがあれば、ソフトのダウンロードなどは全くいらないんですよ。そこの無料見積もりスタートっていうボタンを押して、ミスミアカウントでログインするだけです。無料でウェブ上ですぐ使えるの？これ最高じゃん。俺まだミスミ会員登録終わってないから、ここから新規会員登録だな。あ、これだな。メビーでも怒られなくて済みますよ。メビーの使い方はまた何でも聞いてください。いやー、助かった。これからちょっとメビーの使い方分かんないとこあったら教えてほしい。あの、ズカちゃんって呼んでいい？はい、呼んでください。